スマホがタブレットが熱くなってた。今もちょっと熱いけど、それで固まっちゃったっぽい。ヤッホーヤッホー、熱い。ヤッホー、みんないる。フォーユーさん、ヤスくん、ウオリちゃんもミラも優しい。ありがとう。ただいま、ハロー、ありがとう。ありがとう。どれぐらい暑かった？熱熱ぐらい全然そう、がん2キいる、なんかほてってた。でも私も熱い。もう久々にエアコンでつけちゃうんや。25度。ホワイトあちこがちハート、ありがとう。バンされてたら泣くね私も。卵焼きできちゃうぐらい暑かった。iPhone 15 気にならんかな。14買ったばっかやけさ。どうする、みんな。私が食器まで洗い始めた。ついてきてくれるかな。日焼けしてるかもしれん。ちょっと茶色くなったよ。熱い。ついてきてくれる、みんな。洗ってきていいの。工事に気が向いて。しまって。あそこら辺片付けて、あっちにみんなで配信するようにする。こう片付けます。よし。まずはみんなの身長をちっちゃくして、なんか、あ、 USB あれか。私はさ、充電器統一したいからさ、今のタイプじゃなくなったら逆に困っちゃうかも。 iPhone5 ウケる。福ちゃん星花火ありがとう。ぽよさんも星花火ありがとう。孫悟空さん一寸玉ありがとう。でもさ、ほんと昨日はすごいいろんなメンバーさんに助けられたなって思う。すごい、まいはさん優しかった。隣にいてくださって、おー、包丁です。包丁を扱っておりました。今まいはさんがすごい。なるほどね。あ、変わっちゃうんだ、そういうことか。みんなもし使ってるタイプはさ、そう違うさ、充電器だと大変だもんね。割れてないよ、割れてない。扱いひどいね私。割れてないよ。 Be careful. Thank you.
ち帰ってきた時さ、割れてたらどうしよう。音が怖いよね。マヤさん本当に足が長くてびっくりした。それでは香ばしい匂い。え、そんな私この子たちのこと放置してないよ。おーちゃん気をつける。ありがとう。My performance? I performed at Shibuya yesterday.ちょっとワイルドすぎるよね。ちょっとお寿司食べたい。え、寿司屋の厨房こんなガシャンガシャンしてるの困るね。それは大丈夫ですかってなっちゃうね。そうな、小太郎さん、たい焼きちゃん、ありがとう。お寿司食べたいいね。私もお寿司食べたい。はま寿司、私はま寿司大好き。スシローもくら寿司のかっぱ寿司も、でもまだ寿司三昧は行ったことないです。行ってみたい。初代寿司職人来たらやばいね。結構私好きかも。外国語が飛び交っちゃうんじゃん。どんな外国語なん。でもかっぱ寿司行ったことないかも。丸亀寿司、丸亀寿司じゃないよ、丸亀製麺いいな。丸亀製麺も私実は行ったことないです。花丸うどんしかない。お、え、確かに大トロは1000ポイントみたいな感じでさ、寿司ギフト、寿司ギフトは絶対みんな好きそう。寿司ガール、もう寿司ガール無理だよ。あれお寿司って飽きるんやなって思って、てか同じものを永遠に大食いは厳しいんだなって思った。種子、お寿司、手巻き寿司配信したい。確かにいくら一粒いいね。確かに懐かしい。イカデビル、誰イカデビル、二代目なの。次はイカデビルになる。確かに毎日寿司思われてそう。でもさ、ぶっちゃけ私毎日お寿司食べてた頃あった。お惣菜の、もしかしてこれって贅沢。お惣菜のお寿司、でもそれでも3日4日連続ぐらいかも。あがりか、
投げつける。ねえねえ、三期生の子でさ、四国出身の子いる？私さ、炭水化物でさ、酢飯だからさ、やばいよね。いないよね。と思って。広島、山口、岡山、で、多分兵庫はいると思ってるんだよ。おるよね。兵庫、リコチ以外に詳しくない。あれ？いない？兵庫おらん。サッチーとリチャは山口出身なの。同郷で、本当にお仕事ね。だから。やっぱ四国ね、ああ、九州、埼玉。なんでそんな詳しいの？なんでそんな詳しいの？やばい、私が聞いてきたのにさ怒られる。何でそんな詳しいの？あ、みんな山梨県って遠いよね。あ、料理を作っている。うん、食器を洗っているの。私めっちゃ嬉しいんだけど。てかなんか本当このさやかて駆動推し本当ありがたい。長崎、山口、広島さん、岡山に、岐阜、愛知、静岡、山梨、埼玉、東京、14人なんだ。私たちはさ24人もいたの、すごくない？どんな感じにさ、私たちってさほぼほぼ運営さんが選んだわけじゃないからさ、ほんとファンの方の投票だったじゃん。だからさ、3期生ちゃんはとか 2.5 期は羨ましかったりする。でも2期生はファンの方に選んでもらったから、だからめっちゃ特別。
その頃からみたいな。中間と順位めっちゃ変わってドキドキした。え、中間入ってすらないから全然。中間1位とか誰だったんだろう。分かんなかった、あの頃は何が何か。けどなんかどうにかなるだろうなって思ってたら、ほんとどうにかなって、今アイドル。でもほんとどうにかしてくれる人があの頃からいたからさ、ファンの中で。そのことを今もどうにかしてくれる人がいるじゃん。ジミがイベントを応援してくれて、なんかもうどうにかしてくれる人いるじゃん。そういう感じでちょっとどうにか見つけてくれて応援してくれる人がいるだろうって信じてたから嬉しいよね。え、あの頃見つけた人ほんとすごいよ。お疲れ様みんな。でもね、でもさ、2期生さ、みんな可愛くない？オーディションでもダンス未経験の子多いし、でも今思ったら3位って意外だよ、びっくりだよ、ね、でもなんか学校の友達とかもさ投票してくれたりしてたから、普通じゃない？みんなにすごいいろんなことを経験させてもらってる。え？ってことに投票してくれたの？え？めっちゃ嬉しいんだけど。でもあの頃違う子を投票してても今をしてくれてるのすごい嬉しい。チャリティーイベント、誰、あ、友達、そうだよ、私のこと投票してくれてた友達。天ぷら揚げてる音にも聞こえる。水筒のパーツがめっちゃ汚いところにはまってしまいました。埋もれてた、救い出しました。シャワーの音、ごめん、お風呂入ってる今。唯一だった。こっちね、もう、嬉しいよ、本当に。本当私のことを知ってからすごいすごい応援してくれてる。みんな嬉しい、本当にみんなに出会えてよかったなって思って。
でも本当なんかあの頃投票してくださった方にも感謝ね。よっしゃー。あとはシンクのネットをね、剥がしてスポンジも捨てて、お鼻にアタックされた。あ、私さちょっとかがむ時とかさ変なよいしょっていうのが癖になってきたかもしれん。甘くないよ、職人のカフェラテ。ん？ 100？ ん ?140？ え、476万って何の話？ 47万6000じゃない？何何？ 1、10、100、1000万、10万、100万。ちょっと待って、ちょっと消しちゃった、ね、間違えて消しちゃった、消しちゃった。みんなごめん、びっくりさせたかもしれない、ごめん。今さ間違えてさ電源ボタンを押しちゃった。ちってやっちゃった。ただいま。ごめんごめん、画面真っ赤にして35万でクリアのあれを476万でクリアしてるの。やば、みんなすごくない？でもそんな、そっか、だって花火タワーとかいっぱい。お礼させていただきたい。9月はね、なんかぴゃちゃんと一緒に、え、もう9月1日？やばいじゃん。ちょっとさ、お洗濯物畳ませて、畳みながら話すわ。え、9月はね、なんかぴゃちゃんと一緒にショールーム一緒にできたらいいよねって話してるの、企画系の。だってこうやってショールームイベントで2人で1位2位になるとか、ワンツーフィニッシュしたからしたいね。何か企画で、それでなんかもっとさやかで工藤もっと売り出すっていうかさ、私 T シャツとか放置してる。でも洗濯物、そっか、入れて畳まずにお家出たんだ。そうだそうだ、雨が降りそうだから、あ、困るだろうけど未来の自分に託したんよ。
え、私さ、こんなさ配信久々じゃない？ダラダラと日常を垂れ流しながらみんなのこと、え、放置じゃないか、放置はしてないか。私すごいこういう配信が好きだったから久々になんかできて嬉しい。今日つぶちゃんとぽぽちゃんと配信したいな。でもほんと9月さ、楽しみなイベントいっぱい、何、お名前載ってて嬉しい。9月10日のオンコロライブも、9月18日のあれもファングフェス、え、めっちゃ嬉しい。私普段あんまりフェス出させていただいてなかったからさ、あんまり、そうだからめっちゃ嬉しい。やっと私の夏が来たって。よし、 I'm done with all my stuff。なんかね、ショールームの実績とかが普段のね、ね、わかる活動にも好影響を与えられてたな、かなって思うと嬉しい。やばい、無防備なりみんな無防備なり。あ、ご飯とかね、そうだね。マサさん、たい焼きに星花火ありがとう。ショールームの醍醐味。福ちゃん、星花火ありがとう。耳痛かった、耳が痛い、めっちゃ締め付けでだから痛くなっちゃった。あ、あーがなっちゃった。すごいね、さこちゃん蚊に刺されてない。僕がコンコンしようかな。ぴょちゃんは写経したらいいね。ぴょちゃんは写経したらいいねって何が？え、メロン3個？え、私メロン3個嬉しいよ。メロン3個もらえるの嬉しい。ただいまみんな、無事綺麗にできた。何？発射？発射します。発射、発射する、発射するよ。何しないといけなかったんだっけ。うん、大丈夫。もう本当に何も全部できた。戸締まりと、あと残すのは戸締まりと、あとゴミ捨てぐらいかな。忘れ物ないように、ありがとう。ないね、忘れ物なさそう。持って帰る？あれ持って帰るか。とりあえず生きていれば OK。 そうだね、とりあえず生きとけば OK ですだよね。高雪さん、レインボースターありがとう。大事なものだし、あれは持って帰ろうかな。
よう。よし、そうね、大丈夫だと思う。あ、エアコンつけっぱにも注意だね。そう、なんかさ、私さ、東京行った時になんか忘れてる気がする、エアコン消したっけってなったんだよ。結局消してたけど、だからよかった。高雪さんありがとう。許可往来、出発発車往来。じゃあ東京バナナ持った？持ってないけどフルーツサンド持った。よし、じゃあみんな私の準備配信見てくれてありがとう。無事ね、準備ができました。そう、確認しないと気になっちゃうよね。わかる。つけっぱなし？でもさ、なんだかんだそれがいいって言うよね。よーし、よーしね、お家にいる時間長いならそれが良さそう。なら皆の衆、わしはちょっと遠出してくるで。みんな私の配信見てくださってありがとうございました。忘れ物はねないと思います。え、私2時間も配信してたの。みんな見守ってくれてありがとう。みんなのおかげで準備全部バッチリです。ありがとう。今から何時頃、何時ぐらいかな、9時8時10時そんぐらいかな。そうね、気をつけて帰ります。ありがとう。そんぐらいになりそうだな。また待ってて。じゃあ団長の方をお呼びいたします。喉が渇いた。忙しい私。うん、39位から MRX さん、エボルタさん、タラコさん、渡辺さん、ドリミオさん、シミシミさん、わらびもちさん、ナリさん、バディーズさん、コラネさん、孫悟空さん、タランボさん、レオーネさん、ユーノくん、バボスさん、サイダニ、梅太郎さん、フジヤンさん、クニちゃん、リョウさん、サンパチさん、マシャさん、ジョノラゴさん、ブンちゃん、トヨフェスさん、ナリとノシン、タカヤキさん、ボヤッキーさん、フォーユーさん、オリちゃん、ヤッシーさん、タウさん、サンソンさん、一個人生方向地さん、そして本日の秋元先生枠はコンコン先生でした。ありがとうございました。なべなべ所長福ちゃん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は小人さんでした。小人さん見守ってくれてありがとう。第2位はやすくんでした。やすくんありがとう、見守ってくれてありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんも見守ってくれてありがとう。そっか、もうお仕事行ってるんだよね。みんなもお仕事の合間とか暇なね時間に見てくださって嬉しいです。ありがとう。もうお家のメンテナンスができて私はすごい良かった。ありがとうございました。じゃあ皆さんこの後も頑張っていきましょう。ゆっくりする、ゆっくりしまくるね。ありがとう。暇じゃないけど見てくれてありがとうね。本当に気をつけて行ってきまんもす。いろいろしてたよね私。ありがとう。じゃあ皆さん健やかに行きましょう。それで行きますよ、せーの、えいえいおー、健やかに。お仕事放置してるのやばいわ、おもろい。じゃあね、楽しみにしてて。おちこいいじゃん、おちこ大丈夫でしょ。おぼきおぼき。じゃあね、みんなありがとう。頑張ろう。今日もみんな頑張ってると思うけど、頑張ったよみんな。ちょっと皆さん私に2日間の休暇をくださいね。今日含めたら3日間、ちょっと私に休暇をください。ほんとちょっと
配信はするけどね、ダラダラな配信になるかもしれませんがお許しください。あー一個ファイトってありがとう、ありがとうございます。じゃ健やかに、じゃあね、行ってまいる、ゆっくり休もうみんなで。